生徒サービス総務の井上貴子ちゃんです。高齢者の方っていうのを受け入れの経済になっているっていうのが、そういった施設です。
まあ、特約って、まあ、介護保険はもちろん適用なんですけど、それ以外にもこの食事だとか居住費の、まあ、減免の制度があったりするので、その辺でかなりお安くご利用できているの で、 で今日は一応その大人用の職場の職業のパンフレットとか申し込み書も一応持っていきますので、ちょっとまだ早いのは早いと思うんですけど、皆さんの知り合いでおじいちゃんおばあちゃんとか介護に困っていた方がいたらパンフレットをお使いください。それで あとは三好町の方に先週ですか、顔を出してまして、三好町役場に、まあ、介護保険課というのが、まあ、各自治体にあるんですけど、介護保険課の方にお邪魔させてもらって、在宅であると思うの、まあ、拠点というかサービス事業所一覧とかも一応もらってきてますので、本当に僕は在宅介護のキャリアの方が長いので、そっちのご案内もできると思いますので、僕だけじゃなくて在宅介護を介護に保管制度で相談したことがありましたら、この後、約15分後ぐらいの休憩を挟みますので、ここでお届けしてもらえたら話でもお答えしたいなと思います。そっちの方もよろしくお願いします。Thank you.
じゃあ、大島君、なんかそういうことは。リハビリの
マッサージ入れたいと思います。